皆さん、こんにちは。ネットビスアナリスト、横田修林です。今日は、客単価をアップさせる方法ということで、客単価をアップさせるためには、ブランディングの要素でもあるかもしれませんが、商品の値引きをしないっていうことなんですけど、それでもどうしても、値引きというかですね、そういう反則したい場合に、考えてほしいことっていうことで、今日は事例を紹介したいと思います。こちらをご覧ください。はい、例えば、ラーメンが700円だったとしましょう。700円のラーメンがあったときに、トッピングっていうことで、ここにありますような、ネギ100円とか梅干し100円とか、チャーシュー200円みたいなものがあったときに、例えば、ラーメン屋さんが値引きをするっていうふうに考えたときに、その、200円値引きしたいと思って、200円引きですっていうことをね、よくやっちゃうんですけど、これ200円引きするっていうんではなくて、チャーシューが200円なので、200円のチャーシューをプレゼントってやりましょうということなんですね。で、これ、チャーシュー200円プレゼントっていうことは、売り上げは700円なわけですよ。ところが、200円値引きにすると、700円から200円いくと500円になる可能性もある。で、実際には、チャーシュー200円で書いてるんだけど、原価から言うと200円でもないわけですよね。で、一回700円のラーメンを500円で食べてしまった人は、500円のラーメンという価値になってしまいがちなので、そうならないためには、何かオプションの何かをプレゼントするっていう方が、効果はあります。自分たちのブランディング、サービスの価値を下げないことになりますので、そのようなオプションを何かサービスするっていうようなことに、していただきたいなっていうふうに思います。そうするとですね、例えば、この200円の中で、ラー油ご飯200円とか、温玉おじや200円とか、いろんなものが200円だとしたら、別にチャーシューなくてもいいんですけどね。今月はチャーシューです。次回は温玉おじやです。サービスします。みたいな感じにすると、そうすると、それきっかけで、ラーメン以外のものを食べてもらうことによって、これ美味しかったから、次回は、プレゼントならないんで、次回は買って食べようかな、オプションでつけようかなって、思うかもしれませんよね。ただ、ラーメン700円で200円割引にすると、結局オプションを頼まなかった場合は、同じラーメンを安く食べれるっていうふうに経験した人が、500円じゃなくて700円で食べるってことには抵抗があると思うんですよね。このように、割引するなら、割引相当のものをプレゼントするということを、考えてみてください。はい、今日は客単価をアップさせる方法ということで、割引せずに割引相当のものをプレゼントする方法をお伝えしました。ネットビスアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。